呼びとあらば即参上。そろそろお呼びがかかる頃だと思っておりました。さあご注文はいかがなさいますか。かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろしいですか。かしこまりました。どうぞお召し上がりください。他にご注文はございますか。かしこまりました。他にご注文はございますか。かしこまりました。以上でよろしいですか。お任せあれ。以上でよろしいですか。またのご用命お待ちしております。毒殺するならと、あいにく暗殺用のナイフは手持ちにはないが。
Thank you.
お呼びとあらば即参上。そろそろお呼びがかかる頃だと思っておりました。新しいレシピをお持ちですね。さあ、ご注文はいかがなさいますか？ありがとうございました。私は強欲で。店はなくとも青空シェフ、ここは何度訪れて。さあ、ごち。込めた真心か。さあ、
お待たせいたしました。他にご注文はございますか？はい、お任せあれ。他にご注文はございますか？ありがとうございました。
た真心隠し食材をお持ちでしょうか。さあご注文。かしこまりました。どうぞお召し上がりください。以上でよろしいですか。ありがとうございました。
おお、幻か。メルセデス様ではござらぬか。よかったわ、見つかって。まさかあなた様も冥界送り目。メルヴィンは反乱に敗れて、あなた様は女王になられたのでは。ブロム、私は自分で来たのよ、あなたを救い出しに。なんと、わしなんぞのために女王が直々にお越しになられるとは、感無量でございます。お前の力が必要なのです。さ、早く行きましょう。間の悪い時に虫目が迷い込んでくる。逃がさぬぞ、ブロ。その技巧でもっと私のために装飾を施すがいい。お前の命はそのためだけにあるのじゃ。私は妖精国の女王、メルセデス。オデット女王、あなたと話し合いたい。お前たちの決めた王など知ったことか。ここは人間や獣の魂が集う場所。霞のように生きる妖精どもには無縁であろう。私のものを持ち去る盗っ人め、入り込んだ虫は叩き潰すのみ。話し合いは無理そうね。
私にその胸の悪くなる赤い魔石を打ちつけたな。何事じゃこれは。ガロン王が暴れているだと。あいつめ、今になってどうして。鎖の数を増やして身動きさせるな。おいで死神ども、そんな輩の相手をしている場合ではない。けど助かったわ。今の間に逃げましょう。新しいサイファーを作れと。もう一度魔剣を作らせようというのかね。いくらメルセデス様の仰せでもそれだけはごめん。こうも違うの、ブロム。死神に魂を売ることなく、お前はそれをなすのです。無理な話じゃ。バロールほど巨大なサイファーわしには作れ。大きなサイファーもいらないわ。魔王のバロールに対抗できるだけでいいのです。バロールのように大きな力を持つサイファーは作れる。だがバロールをうがつ力、その一点に集約されたサイファーならば、設計思想の違いですが、面白い。やってみましょう。メルセデス様がご無事で何より。御身に何かあったら先代の女王に申し開きのしようもございません。
設計にゆとりを持たせ、焦点を絞ることで特化できれば、これは。ご無事で我らは安心しました。冥界から無事戻られたなんて。死の国へ参られたそうですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか。かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか。かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか。ありがとうございました。感激です。ジョブロム殿が生きておられた。彼の火事が。怪しい動きを見せている。まだダメ。今動かれては対抗する術が。ブロム、分かっております。時間がないのでございましょう。簡潔に問題を申し上げます。わしのおらぬ間に火事場の炎が消えておりました。サイファーに使われるフォゾンの結晶は純粋であればあるほど威力を増します。フォゾンを純化するために鍛え直す必要があるのです。ですが足が折れるほど不意号を踏んだところで我らの作る炎では魔石をどうすることもできますまい。ではどうすればいいの。原初の炎でなければなりません。その炎は世界ができる前から存在した炎で、炎の住民たちを生み出したこの世界で最も純粋な炎なのです。その炎は。さよう。炎の国にある。わしは炎の国も炎がどこにあるかもよく分かっております。
少しばかり火事場の席を開けまするが、どうぞお許しください。待って、あなた一人では危険だわ。かといって大人数で炎を盗みに行くわけには。心隠し味、しかしひどい。さあ、かしこまりました。かしこまりました。
たのご用命お待ち。助けてくれたら。
かしひどい暑さですね。おう、あた、さあ、ご注目。はい、お任せあれ。お待たせいたしました。他にご注文はございますか？またのご用命。
お呼びいただけて僕も嬉しいです。さあ、ご注文はいかがなさいますか。
こまりました。他にご注文はございますか？またのご用命。あれじゃ、あれが原初の炎じゃ。これでいい。誰もいないわ。ここが炎の王の宮殿なの？あ、傷を癒しておるんじゃよ。炎の王とお月の者はドロドロの溶岩の中で眠っておる。魔剣で負った傷は深いようじゃ。何、オズワルドが生きておるのか？おお、奇遇だな。ブロムではないか。お前は誰じゃ？この有様では分からぬのも無理かなの話。お前にサイファーを最初に作らせた王よ。なんと、その手の松明は原初の炎か。貴様わしにまた無断で魔石をいじろうとしておるな。うん、牛の開いた頭だが、なんとか思い出したぞ。お前だ。市中の火であった魔石の加工法をこともあろうにドワーフどもに広めた。いいですか、女王、逃げるんじゃ。
なぜにこんな場所におられるのかしらんが、あれはわしが前にいた国のバレンタイン王の亡霊じゃ。あの御様子まともではない。かつての主君に礼もなしかね。お前を生かしておいたことを少なからず後悔しておる。道を開けなさい、バレンタイン王。わしの炉から作り出した石なぞ恐ろしくもないな。これはお前の魔石細工かね、ブロム。いいだろう。お前の最後にこちらも宝を披露しよう。竜の子供？王の冠をかぶった竜ですと？お前ならば知っておろう。この冠に満ちる力を、我が魔力を受け継ぎ、原初の炎を食らって育つ竜よ。何ですと？さあ我が分身よ、炎の王の手勢がこのうちにこの者らを食ろうてしまえ。Thank you.
炎の国から原初の炎を持って帰ると、ブロムは早速火事場にこもりきりになった。いかにいたしましょう。急いで兵の志願を募りなさい。反抗作戦まで間がありません。ジーア、リリパットたちに舵を許し、武器と鎧を作らせます。魔王のドワーフたちに劣らぬ腕を見せよと伝えて。お任せあれ。聖騎士団ともう一度話し合いに行くわ。騎士団長に前触れを。陛下。ブロム、待っていたわ。出来上がったのね。わしの生涯で最高の出来です。家事の仕事を締めくくるに悔いのない一品ですじゃ。ブロム、お願いがございます。おいとまをいただけぬでしょうか。仕事の仕上げを見ずに去るのは誠に心苦しいのじゃが、わしが作った魔剣を持つオズワルドが生きておった。あやつの人生を狂わせたのはわしの責任。拒まれてもそばにいてやりたいのです。いいわ、彼を救ってあげて。武器の仕上がりは心配しないで。あなたの耳に入るよう私の勝利を大陸中に轟かせるわ。この老骨、重ね重ね頭が上がりません。さあ受け取ってくだされ。この魔弾を備えし石弓、かっての名タスラを捨てて今の名はリブラムじゃ。古いドワーフの言葉でうがつものの意味がある。この世界で唯一のサイファーを破るためのサイファーじゃ。